反撃の時だ。流れを覆せ、ヒーロー。お前が嫌いだ。おお、ダホだ。爆豪少年、トシノイ、こいつは。もう大丈夫、僕がいる。先生、それ私も連れて行け。シガマキャー、お前の手打ちじゃない。俺たちも干渉できなかった。オールマイト、オクラホマ、シャマーシャー。化け物め、ダクダじゃないか。まったくエンデマー、大丈夫か。行くならとっとこ行くがいい。ああ、任せるね。さすがナンバーフォー、ベストジーニスト。僕は全員消し飛ばした。技術、波の神経じゃない。そのくせ狡猾で用心深い。己の安全が保証されぬ限り表には姿を見せない。今回はシガラギラの確保から奴の捕捉までを。だからなんだ、一流は相当な練習量と実務経験ゆえの強さだ。なんだあいつ、何が起きた。一瞬で全部かき消された。一体何なんだあれは。カンちゃん、爆豪。悪いね、爆豪くん。何なんですか。なんかくっせえ、いい匂い。先生、またやり直せばいい。こうして仲間も取り返した。この子もね、いくらでもやり直せ。そのために僕がいるんだよ、すべては。思い出せ、何のためにここに来た。目の前にいるんだぞ。僕らにはまだ気づいてないはずだ。フルカウルで飛べば1秒未満で届く。その後は逃げ切れるのか。どこへ。とにかく動かなきゃ。ここで動かなきゃ。俺が、私が守るんだ。やはり来てるな。すべてを返してもらうぞ。バーからここまで5キロ余り。僕がノームを送り、優に30秒は経過し、だいぶ無理してるんじゃないか。オールマイトを素手で弾きやがった。オールフォーワン、爆豪少年を取り返す。それはやることが多くて大変だな、お互いに。空気を押し出す、多数筋骨バネか、増強系をもう少し足すか。オールマイト、その子を連れて。黒霧、僕のはまだ出来たてでね、マグネ。転送距離はひどく短い上、ついでに送り先は人、馴染み深い人物でないと機能。個性強制発動、さあ行け。先生は常に考えろ、トムラ。君はまだまだ成長できるんだ。コマ持ってよ。めんどくせえ。オールフォーワンが邪魔してガッチャも助けられないんだ。その隙に連合は、こいつらも緊急事態。さっきまでと違って強引にでも俺を。今行くぞ。させないさ。オールマイトとカッチャンがこんなにピンチなのに。資格未取得者が保護管理者の指示だ。だがこれは感情で動いていい話じゃない。ルールを破るというのなら、なんで俺と同じ過ちを犯そうとしている。僕らは好きがどこか。一瞬でいい、ガッチャンを助け出せる道はないか。そのルートはどこにある。ここに。違う、好き。飯田君、みんな。ダメだぞ。行ってみてくれ。でもこれはガッチャン次第でもあって、この策だと多分僕じゃ成功しない。だが作戦はこうだ。まったく世知辛いものだな、ヒーローという生き物は。オールマイトの状況、タイミングは、ガッチャンとヴィランたちが一定以上離れた瞬間、全てが好転する。やろう。そ
して霧島くんの効果で壁をぶち抜く。なるべく高く飛べるよ。ヴィランは僕らに気づいてない。そして手の届かない高さから戦場を横断する。そしたら霧島くんだ。僕じゃダメだ。トトロキくんでも飯田くんでも八百万友達の呼びかけなら来い。バカかよ。張り合うなこんな時に。思った通り向こうに釘付け。今だ逃げるぞ。逃がすな。遠距離あるやつはダミにキロギリ両方ダウン。あったらくっついた。変身一部力の調整か。男が S 極女が N 極となる。大胆かい。マウントレディ。まだ間に合う。もう一発行こう。あいつ緑がほんとますますお前に似てきとる。悪い方向に。志村の友人か。オールフォーワン。こっちもあと二人終わらせる。田村くん終わりたくないです。ジリになれ。待て、ダメだ先生、ダメだ。誰も助けてくれなかったね。俺まだ転送プラス衝撃反転。僕はただ戸村を助けに来ただけだが、戦うというのなら僕らの犠牲の上に立つその景色。心置きなく戦わせないよ。貴様はそうやって人をもてあそぶ。壊し奪い。しない。活動限界が。どうしたワン・フォー・オール先代継承者。大丈夫ですよね、オールマイト。本当に君は似ているよ。穴から持ってるやつとじゃ本質が違う。お前は力を勝ち取ったんだ。理想ばかりが先行し、まるで実力の伴わない女。どこから話そうか。ジーザー邪魔を。6年前ともないぞ。お前のダメなとこだ。やつと言葉を交わすな。はい。まだ動けるな。限界を超えろ正念場だぞ。はい。信じられません。ヴィランはたった一人。街を壊し平和の象徴と降格以上に渡り合っています。街めちゃくちゃじゃねえか。オールマイト怒られてなかった。他のヒーローは何やってんだよ。最近ヴィラン暴れすぎじゃねえ。むしろヒーローがやられすぎの気する。少し悩んでるよ。でもねオールマイト、君が僕を憎むように僕も君が憎いんだぜ。可能な限り醜く無ごたらしい死を迎えてほしいんだ。君が守ってきたものを奪う。まずは怪我を押して持ち続けたその矜持。え、オールマイトがしぼんでしまっています。これは世間に公表されていない。平和の象徴は決して悪に屈してはいけないんだ。貧相なトップヒーローだ。恥じるなよ。それがトゥルーホーム。体が朽ち衰えようとも、その姿をさらされようとも。素晴らしい。参った。強情で機関棒なことを忘れてた。死柄木戸村は志村七の孫だよ。君が嫌がることをずっと考えてた。君と戸村が会う機会を作った。事実さ、分かってるだろう。僕のやりそうなこと。笑顔はどうした。だけじゃなく心も助けてこそ真のヒーローだと私は思う。どう。さやはり楽しいな。私は何ということ。お願い助けて。いやだ。オールマイト、あんたが勝てなきゃあんなの誰が勝てんだよ。負けるなオールマイト。頑張れ。もちろんさ。多いよヒーローは。だから負けないんだよ。
限界だって感じたら思い出せ、ゲンテ、オリジンってやつさ。そいつがお前を限界の少し先まで連れてってくれる。そのいびつな姿が物語っている。渾身腹綿を撒き散らし迫ってくる君の顔。なんだ貴様、オールマイトの援護を頼む。彼は分かっていた、こういう状況になることを。さすがナンバー2に上り詰めた男。オールマイト、遠くなっていく貴様の背中が、絶望が俺を。応援に来ただけなら観客らしくおとなしくしててくれ。頑張ったんだなマウントレディ。森林カムイ、オールマイト、あの邪悪な輩を止めてくれ。オールマイト、ミラ、ヤギトシノリ、面白いやつだよ。イカれてる。いわく、トシノリ、お前は柱だ。決して折れちゃいけない柱。お前の勝利を願うみんなの声がお前に憧れ。煩わしい。精神の話はよして現実の話をしよう。増殖、肥大化、美容、エアウォーク、確実に殺すために今の僕が掛け合わせられる最高最適。先ほど手を合わせてようやく確信を得たよ。オールマイト、譲渡した後の残り火だ。そしてその火は使うたびに弱まっている。緑谷いづく、ワン・フォー・オールの譲渡先は彼だ。君の負けだ。役目を全うするまで耐えぬよう必死。お師匠が私にしてくれたように、まだまだ死ぬんだな。最後の一振り、右腕のパワーを左腕に。誰かの影響かな。浅い、何人もの人がその力を次へと託してきたんだよ。頑張ろうな、トシノリ。オールフォーワン。ワンフォーオール。無理せずにさせてやってくれ。今メーデンに入れられようとしています。オールマイトたちによる限界態勢の中、トランキ君、ヤヨロズ君らと合流したいが、とりあえず動こうぜ。次は君だ。オールマイトが平和の象徴の折れない姿、でも出し切ってしまった。